まあそういう感じで就活が終わったんですが、雨が降っております。てるね。いろいろ考えたことはある。なあ。要はそのなんだ、どれだ？カーボーイ家族でいいんじゃないかなって思ったんだけども、石さん来るの辛くね？ってのもあるし、星野どうすんのってなるし、星にはどうすんのってなるし、俺靴ずっと見てるあそこ靴見てないのか、よ。あそれ湧いこたれいに。じゃない、靴見てる、俺頑張るか、そしたらお前頑張るか。頑張っちゃうけど。めっちゃ頑張る羽目になるな。めっちゃ頑張ったら俺何時になるんだ、今6時50分でしょ、7時回っちゃう。俺念のためにもう入れちゃおうかな。ジフトだっけ、あのアプリ。そうだよ。あじゃあまた初回僕クーポンもらえんじゃん。いや、ログインしちゃえばいい。違う違う、アカウント入れりゃいいじゃん。あ、まあね。だってあれ今アカウントメールアドレスとか入れる必要ないんだよ。あ、そう。今はあれだよ、好きな単語2つで作れるから、いくらでも改造できるよあれ。そうだな、どうすっかな、迷うな。お任せしますよ。8時ぐらいになっちゃうわけじゃん。あ、じゃあ結局いる時間さ2時間ぐらいしかなくねって思うんだよね。どうなんそれはって思う。どうだろうか。迷うな。任せますぜ。よし、産地方面に向かわないんだったら、俺はちょっと靴見てから行くよ。例えば、蕨方面に向かうとかでも。だから前回、なんか前回みたいに、吉田先生方面に向かうんだったら、もうそのまま直向かっちゃうけど。間違いなく言えるのは、吉田クソ遅い、多ああ、まあ、それはね、分。別にそれに関しては。吉田クソ遅いからどうしようかなと思ってそれ。そこんところをさ、どうします？ちょやりたいことが一回欲しいです。自分語りでもしててよ、ずっと。自分語り。なんか場をつないでて。おいっす。はい、皆様。今、俺が何してるかっていうとね。何してると思う？そうだ。ただただ、ジフトのアカウント作ってるだけだ。パスワードと再入力のパスワードが一致しない。なぜだ。もう一回入れるしかないのか。ああ、いけるかもしれないな。よし、これで。やり方分かったかな。えい。よしよしの。はーい。自分がで終わった？いいよ。靴見なくても大丈夫？どっちもいいよ。これさ、この前できなかったけどさ、俺やり方さ、分かったわ、これ。どれ？これさ、これでさ、こうやってやるとさ、上がんのよ、これ。こいつ、こうやって、こうやって畳むとね、ああ、チャリぶち込めてるのよ、多分こいつ。おお、で、チャリぶち込んで、で、ぶち込んで、チャリぶち込むことによって、星がチャリを運べるようになるから、どこに移行するのかってなるんだけども、どこに移行したい？ただ、なるほど。飲むってなると、結局、吉田チャリは持ってこなきゃいけないんだよね。だから、星野を吉田チャリ基地に落下させることもできるし、部分的にどっかで待ってるように、置いておくこともできる、ポンっつって。おお、待っとれ、お前は、っていうこともできる。なるほど。どこがいい？どうしようか。都合いいのはどこ？降りる地点、それとも向かう地点。どっちもいいよ。降りてもいいし、降りた場合、星野をそこに叩き落とまあ、して、で、俺は後で来ることになるし、逆のシステムを組むときは、要はチャリごと持ってて、俺のチャリのある地点、だから喫茶店だね、に落とすって形になる。で、俺もチャリ回収。これそっちが一番ベストだと思うけどね。チャリ回収パターン。そっから場所に向かうんだったら楽じゃね。
まあね、でもそうするとあっちの方面になるよ、確実に。ああ、うん、場所超限られるよ。ウェアハウス、ガストとサイゼとウェアハウス、あっちほぼ何にもねえから。知ってもね、こっちもそんななくね、カーボイ家族とか。いや、わらびあるよ。ああ、いや違う、あるけど、うん、選択肢として、そう、あの現実味を帯びたものは。ああ、豊丸水産って行かないし、行かないし、もう行かないね。取り気も違うでしょ、今日は。取り気もちょっと違うねっていう、なんか絞ってったら選択肢少なくなるぜ、うん、って話。ダメだからビアガーでも行けないね。そうそうそう、何そのウェアハウス誘導。根本的に言ったらウェアハウスありだよ ね、まあ、ね、確かにね。しかも今考えたんだよ、ウェアハウスのことをね、一回一回考えたんだけど、これあれじゃん、あの来週秩父じゃん、うん、絶対行かないじゃんウェアハウス、うん、その次海じゃん、絶対行かないじゃんウェアハウス、その次サマーランドじゃん、絶対行かないじゃんウェアハウス。ああ、8月3日も行かないんだよ。8月3日多分あれ、クロスさんと俺が出かけて、夜は多分あのビアガに行っちゃえばいいから、そのプランだから行かないじゃん。タタラの時行かないじゃん。ああ、となると当分行かねえなと思って。ウェアハウスありっちゃあり、正直言って。ただそうなるとセブンシーズンウェアハウスが2回勝ち込むことになる。ああ、けどウェアハウス撮るとすげえ動画増えるから、もうありっちゃありなんだよね、稼ぎ的には動画数も。そしたら多分今日5と7両方締め切ることができると思う、うん、で綺麗に8、9、10を終わらせばいいだけの話。まあ、今から言って8時ぐらいだよね、それでも。うん、8時から、まあ、フリータイムは変わらないからね、うん、ちょっと長い、6時間だよね。うん、2時か。まあ途中で出てもいいしね。うん、まあどうせ明日5時からだからな。俺は吉さんが何時から、ね、2時15分早いね。いや、もうそうでもなくね。あ、そっか、2時、それもないか。うん、任せます。仮に4時に寝たとしてもね、うん、12時ぐらいまで寝ればね、すげえ寝れるしね。いや、普通に7時間ぐらいキープされるからね。休みじゃん、11時まで寝たとしても7時間だからね、うん、結構寝れる。任せる。任せます。任せる。任されました。うん、うん、しかないかな。たださ、行くってなるとさ、まさにさ、この中にいた時間超不毛だよ ね。うん、あれ、ウェアハウスやってよかったなと思って、その分を。カウボーイさんにしてもね、うん、あそこはね、飯は豪華になるけど ね、酒が豪華じゃなくなるよ、うん、ウェアハウスに行くと酒は豪華になるよ。飯はもういつも通りのシリーズだけど、まあ、あれは豪華といえば豪華なのかもしれないが。そうだね。個人的に予想すると、今からの、うん、カーボーイ家族行った場合、カーボーイ家族っぽいところ、ファミレスとかでもいいんだけどに行った場合は、しんみり話系になると思います、うん、やっと終わったよなみたいな感じになると思います。ウェアハウスに行くと頭おかしくなると思います。そういう違いかなって思う。頭おかしくなる方に行きたいです。行きたいですか。ウェアハウスにしますか。しましょうか。しますか。2回、すみません、ね、2回連続でウェアハウスになってしまってっていう感じなんですか、うん、今度こそごめん。とりあえずじゃあ牛キロのあいつを2個あげるか。で、腰にちゃう急激に叩き込めるよ。おちょっと待ってな、つけてるか。よいしょよいしょ。もしかしてやんではないけど、弱まった感じかな。あ、雨ちょっと弱まった。こいつらもこの上に来たってならない。あ、これダメなんだ。
いつら挟まるとね、標準装備ついてるものじゃないからね、これを上げなきゃいけない。あ、そうなんだ、ね、まあ、じゃないとね、これがガチャンでならない、ここで。もうちょっとか、こっちもガチャンでならないかな、こっちも入ってきた。よしよし、このモードがあったんですよ。なるほど、このモードをやればチャリが確実に入ると思うんですよ。うん、とりあえずこれは後ででいいや。チャリも行っていきましょう。よいしょ、一回じゃあ切ろうか。Quite impressive, although you shall go no further. I have made it my duty to capture you. Nothing you say will sway me. I've made up my mind. So get ready. I hope you're prepared. This won't be an easy fight. You giggle at me 'cause if you think I'm joking, sorry, kid.